私は小川慶秀です。昭和36年、1961年に生まれまして、千葉で生まれたんですけれど、25歳の時に藤田尚氏という俳人に弟子入りしまして、鷹という結社に入りました。尚氏が亡くなった後に、鷹の主催を継ぎまして、現在引き続きその主催を、やっております。そんな人間でございます。まあとにかく作品がたくさんあるっていうのにまずびっくりしまして、まあ、何千個ありましたでしょうかね。実に読み応えがあったというのがまず第一印象です。俳句がずっと並んでるわけなんですけれど、ふっとこうそれぞれの俳句の後ろに作者がいるんだっていうことに気がつくと、なんて言うんでしょうか、一行一行の俳句の後ろにその皆さんが立ってるような気がしてきて、そうするとこれはなんかただごとじゃないなっていう感じがするんですね。俳句の線をするときにいつもそういうことを感じるんですけれど、今回特にそういう、印象を強く持ちました。それだけ一つ一つの作品に、力があったと思います。つまらない俳句っていうのは本当に、少なくて、それぞれこう作者が背後に立っていることが見える作品だったなと思います。ごくその作者の日常身辺を読んだ句もあれば、まあ綺麗な自然を読んだ句もあるし、なんて言うんでしょうか、今の日本の社会の片隅を垣間見るようなそういう作品もありました。まあ、それぞれ本当に興味深く、読ませていただきました。その日本の社会というのが今大きくこう変わってきてると思うんですね。戦後その復興高度成長を経て、で、まあ、バブルの崩壊なんかがあって、その後随分その日本が長期にわたって低迷をしているというようなことを言われました。国際的な地位を落としていると。でそういう中で、まあ、いろんなこう日本の社会的な問題が顕在化しているわけですよね。少子高齢化ですとか、人口減少とか、あるいはそのこう貧しい方が随分増えているとか、あるいはその外国人の方が随分身の回りに増えてきたとか、なんかそういうことをやっぱりちらちらっと垣間見る、そんな俳句が多かったのも印象的でした。やっぱりその皆さんが生きている現実の場で読まれているということを強く感じることが多かったですね。はい、NHK ホールに伺うんですよね。はい、まずそれが楽しみですけれど、実は私2017年に一度、出ておりまして、今回2回目で、まあ、それも、まあ、多分コロナ禍が挟まったということもあるんでしょうけれど、7年ぶりということになりますので、まずもってNHK ホールのステージに立つことができるということを楽しみにしています。でその上で、まあ、他の選者の皆さん含めて俳人たち、それから今回作品が選ばれて壇上に上がられる方いますよね。でその皆さん、それから客席に、まあ、俳句がお好きな皆さんがたくさんお集まりだと思いますので、ぜひこう俳句が好きな人たち同士で、まあ、この場を、この NHK ホールという立派な場所を共有できている、その一体感を、ぜひ楽しみたいと思って伺おうと思っております。まあ、以前作った俳句ですけれど、平凡な言葉輝く運べかなという句を用意いたしました。まあ、今回線を通しても感じたことなんですけれど、俳句というのは、まあ、もちろんその立派な文芸ではあるんですけれど、特別に何か難しい言葉を使わないと高尚にならないというようなものではなくて、本当に普段使っている言葉が俳句になることによって、いい俳句になることによって輝くんだということを私は常々思ってるんです。それは道端のただの雑草にしか過ぎない、普段見えている箱辺が、まあ、よくよく見ると小さな花を咲かせて春らしい感じを与えてくれる、そのことに気がつくことができるということと同じで、平凡は決して平凡なままではなくて、
輝くことができるんだということを、まあ、常々私の俳句のモットーにしてるんです。それにかなうような作品を今回も線を通してたくさん拝見できたことを嬉しく思っています。私も皆さんにお会いできるのを楽しみに伺います。ぜひ NHK ホールの立派な会場でご一緒したいと思います。お待ちしております。